章銀は韓国出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは主に守備的ミッドフィールダー。日本でのニックネームは、チャン。小学校4年生の時にサッカーを始める。韓国の中学校全国大会で優勝した後、ベルギーへ渡り半年間プレー。2001年に訪日し FC 東京 U-18 に入団。同期には、梶山陽平、利忠明、鎌田二郎、斉藤正也。当初は日本語が不自由だったため利が通訳を務めていた。日本の高校に通いつつ、2002年に能力を買われてトップチームに選手登録されると、同年4月の J1 第6節 G 大阪戦にて16歳8ヶ月20日でデビュー。後に森本隆之が更新するまでの約2年間、J1 リーグ最年少出場記録を保持していた。2004年より梶山、利と共にプロ契約を結び、主に右サイドバックで試合経験を重ねた。同年オフ、クラブ首脳陣は、が、翌年から A 契約選手として外国籍選手出場枠の制限を受けるため、出場が難しくなると判断。当初は J2 クラブへの期限付き移籍が図られたが、は U-20 韓国代表として2005年のワールドユース出場を目指す上では、日本の2部リーグよりも K リーグに移籍した方が代表スタッフの目に留まり、合流も容易になるので有利と考えたため、クラブとしてもこの希望を汲み、帰国することになった。この際、将来再び日本でプレーしたいとコメントを残している。2005年からは K リーグ、テグ FC に移籍し、ボランチとしてプレー。ボランチでの自身のプレーについては、攻守のバランスをとり、見えないところでチームを助ける役割を担っていると語る。球際の強さと高いパスセンスを発揮し、2006年の K リーグ第19節全北現代戦では、ハットトリック達成。また、韓国 A 代表として試合出場も果たした。2007年は、FA 権取得者の中で最大の目玉選手と目され、チェジュなどが獲得を目指していたが、中盤での豊富な運動量を評価していた、ウルサン現代 FC へ移籍。同年7月に行われた AFC アジアカップにおいても韓国代表に選ばれ、日本代表との対戦となった3位決定戦で、守備的 MF として先発出場、日本の攻撃陣を封じ韓国の3位入賞に貢献した。2008年北京オリンピックを目指す韓国オリンピック。代表チームの中核として常時招集され、本大会にも出場した。2010年には東アジア選手権決勝大会に蓮元勲の負傷を受けて追加招集され、全3試合に出場した。2011年より水原サムスンブルーウィングスに所属。当初は長源博とのトレードとされており、これが不調に終わったものの、尹成功監督の強い要望により移籍が実現した。水原ではボランチに加え、左右の SB や攻撃的 MF、シャドーストライカーとしてもプレー。マルチプレイヤーとしてチームを支え、水原の隠れた英雄とも評された。2013年より水原の監督を務めた徐忠茂からの評価も高く、A 代表に推薦する選手として名前を挙げられた。この年はチームの副将だったが、負傷中の主将金斗に代わってゲームキャプテンを務めることが多く、持ち前の豊富な運動量を生かし攻守でチームを支えた。2014年も続けて副将を担い、兵役中の後半尺に代わる右 SB を任されるも、甲状腺機能亢進症罹患と膝の負傷による欠場が続いた。稼働率低下と降級によって2015年限りで、契約を打ち切られたが、2016年2月に再契約を結んだ。同年4月の2川戦で948日ぶりに公式戦得点を記録。2017年、城南 FC へ完全移籍。ありがとうございます。